皆さんごきげんよう。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。本チャンネルでは過去にスカイラインやシルビア、RX7 のデザイン性について解説を行いましたが、今回はドリシャの定番でありながら日産の代表的なスポーツカーである 180SX を紹介したいと思います。このチャンネルでは車関連の動画を投稿しているので興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では 180SX を紹介する前に日産 S1 3型シルビアについて先に紹介したいと思います。80年代にデビューした5代目となる S1 3型シルビアはデートカーとしてカップルの注目の車となり、ホンダプレリュードと並ぶ国産の2ドアクーペとして歴史的にも残る車でした。エレガントストリームラインと称したボディラインは今までの常識を覆す幽霊なもので、美しいプロポーションにシンプルかつ張りのある面構成がエレガントなスタイリングを演出しています。シャシーは完全な専用設計でリアアクスルにはマルチリンク式の独立サスペンションを採用。パワーユニットは仙台 S1 2型の後期モデルから継承された CA 型直列4気筒 DOHC 16バルブでした。チェイズ、キューズには CA 18DE 型 135PS、ケイズにはターボチャージャー付きの CA 18DET 型 175PS が搭載。また仙台 S1 2型まであった兄弟車のガゼールは復活をすることなく完全廃止となりました。北米へと輸出する際はプーフォーティ SX の名称で販売され、このプーフォーティ SX を日本向けに仕立て直し、CA 18DET エンジンを搭載したのが 180SX となったのでした。では次に本題となる 180SX のスペックから解説します。乗車数は4人、タイプは3ドアハッチバッククーペ。エンジンは CA 18DET、SR20DET、SR20DE で先ほどの説明より S1 3型シルビアが兄弟車になります。最高出力はそれぞれ 175PS、205PS、140PS で軽量な5ナンバーボディの FR 車となっています。そのためエンジンをはじめとするトランスミッションやサスペンションなどは S1 3型シルビアと共通で、ステアリングホイールのデザインを除くインテリアとドアパネルなども共通となっています。その一方、ヘッドランプは S1 3型と異なりリトラクタブルヘッドライトを採用し、これは放気性が関係しています。続いては 180SX の開発経緯について見ていきましょう。S1 3型シルビアはヒットモデルになりましたが、シルビアを売らない店舗ではシルビアのような FR を開発してほしいと要望がありました。そこで開発陣らは S1 3型の輸出モデルであるプーフォーティ SX をベースにした FR カーを企画し、一般人ではなく車好きの人たちをターゲットに設定した 180SX を生み出すのでした。内装はシルビアパーツを流用しながらも素材などは独自のアレンジを加え、フロントウィンドウディスプレイも設定。シャシーは前はマクファーソンストラット式、後ろはマルチリンク式のサスペンションをセッティングし、FR レイアウトによるコントロール性を可能な限り活かすための工夫がされました。エンジンについては CA 18DET 型の 1.8 リットル直 4DOHC でターボ仕様のみの展開でした。シルビアには自然吸気がありましたが、スポーティーなキャラクター性を印象付けるためにターボになりました。その後、販売当初はシルビアの陰に隠れた車として存在していましたが、シルビアが S1 4型になると状況が変化し、180SX の人気が高まりました。これは新型であった S1 4型シルビアが不評になったためであり、当時のシルビアファンからすると 180SX の方が魅力的であり価値が再確認されました。そのため S1 3型シルビアの兄弟車である 180SX は S1 4型シルビアが新登場したのに販売は続行されました。名前の 180 はデビュー当初搭載された CA 18DET 型エンジンの排気量である 1.8 リットルを表し、SX は日産の輸出用ミドルサイズスポーティークーペに対するネーミングです。しかしマイナーチェンジで排気量2リッターの SR20DET 型エンジンに変更されましたが、180の名前が定着していたこともあり、社名は200SX ではなく 180SX のままでした。また180という呼び名が浸透している一方、ワンパチや一パチとも言われています。ではエクステリアを見ていきましょう。伸びやかなシルエットは今の時代でも通用するかっこよさだと思います。フロントは当時の良さを生かしたリトラクタブルヘッドライトです。安全基準の影響で絶滅しましたが、
このパカパカライトのデザインはやはりスポーツカーにはお決まりの特徴です。低いボンネットと先端に向かって伸びるノーズは公道を走り抜けるスポーツカーのイメージにもってこいです。ここまでシャープなフロントデザインは現代においてあまり見かけないと思います。ちなみに 180SX と S1 3型シルビアはパーツの互換性が高く、フロントフェイスのスワップが可能でした。その改造車としてシル AT とワンビアがあります。シル AT は 180SX のフロントがシルビアであり、ワンビアはシル AT の逆でシルビアのフロントが 180SX のものに変更した車両になります。次はサイドビューを見ていきましょう。大胆なドーム形状がボディエンドまで延長し、塗装面はプレスラインなどの凹凸がなく大きな局面が 180SX のデザイン性を際立たせています。最近の車はプレスラインを多用したりフェンダーを膨らませたりするデザインが多いですが、この時代の車は技術力が限られていながらも可能な範囲内で綺麗なボディデザインを作っています。このようなデザインはシルビアやスカイラインにも通じる魅力だと思います。続いてリアを見ていきましょう。ルーフデザインも特徴的でキャビン箇所は傾斜したガラスで覆われています。シルビアはオシャレなデートカーとしてカクカクした印象ですが 180SX はそれとは逆とも言えるデザインで、美しいルーフシルエットは優雅でフロントからリアまで通り抜けるようなスポーティーさがあります。また 180SX はスポーツカーとしての商品性でも人気がありました。5ナンバーサイズの 1.8 リットルエンジン、そして FR レイアウトとの組み合わせは FF 車が定番の当時としては珍しい車でした。また価格も良心的な設定で広い支持を集め、テクノロジー満載のような車ではありませんが、逆にシンプルな方がカスタムベースとして最適でありユーザーとしても 180SX の良さをさらに引き上げました。今でいうところの 86BRZ に近いような車とも言えるのでしょうか。では次に先ほど説明したシル AT とワンビアについても少し触れてみましょう。シル AT は 180SX のフロントがシルビアのフロントになっているものであり、一説では 180SX の全部を破損した際にリトラクタブルヘッドライトでは修理が高くなるので、シルビアのフロントを使うことで軽量化もできて都合が良かったからであると言われています。ただ元祖シル AT は雑誌でコンプリートカーシルビア 180SX として登場しており、その後、人気漫画やカーゲーム、おもちゃで採用されたことから認知度がアップしました。なおバリエーションとして S14、S15 シルビアのフロントを装着する個体もあります。ワンビアはシル AT の逆でシルビアのフロントが 180SX に変更されたものですが、残念ながらシル AT と比較して性能的、経済的なメリットは見られない車でした。シル AT は修理の際の低コスト化や全部の軽量化としてシルビアフロントが採用されましたが、わざわざシルビアのフロントを 180SX にすることはリトラクタブルヘッドライトのため高価格であり、また重量も増えてしまうのでシル AT より人気がなく外見的なニーズしかありませんでした。ただ黒い選手をはじめとするプロドライバーが大会で使用したことにより世間への認知度は高まりました。では 180SX についてこの車のポイントを簡単にまとめました。まずはデザイン性です。カビではないシンプルなボディはその形状だけで美しくスポーティーさが際立ち、古い車ですが今でもかっこいいと言えるような無駄のないエクステリアです。次は軽量の FR 車というパッケージ性です。FR というだけでスポーツカーとして十分なのに、さらにターボエンジンを搭載することで走る喜びをユーザーに届けました。またスカイライン GTR などは人気のある硬派なスポーツカーでしたが 180SX は若い人たちでも手の届く価格であり、当時のスポーツカーに対する姿勢が熱心だった日産の心構えが感じ取れます。日本国内ではシルビアが S14 型にフルモデルチェンジした後も生産が続けられ、全幅が広がり3ナンバー化となった S14 型シルビアの販売が不調だった時に、新車で購入できる唯一の5ナンバー枠 FR 車として 180SX が再評価される動きもありました。そのためシルビアが5ナンバー車として最終型の S15 型にモデルチェンジするまでの間、180SX はマイナーチェンジはあったもののフルモデルチェンジが行われないまま10年程度生産されました。最後にですが 180SX は生産終了した現在でも軽量な5ナンバーボディで FR を採用している点が希少であり、またアフターマーケットにてドリフト用の改造パーツが充実し、ドリ車として人気を保っています。しかし車の性格上、姉妹車及び類似車種も企業側の想定外の事態として無謀運転による死亡事故が相次ぎ、そのため、現在でも日本車としては任意保険料率の高い車種となってしまいました。
さて、今回の動画はいかがでしたか？もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。